今回の主義ですけれどもうまくいったと考えています。まあ、その CT を取ることによってアウトカムは確認したいと思いますけれども、 CT まで少し時間がかかりますので、その前にこの誘導サージェリーの正確性についてお話しさせていただきます。この正確性ですけれども、テンプレートの種類によって影響を受けますよね。つまり正確性というのはどうやってテンプレートを固定するのか、つまりテンプレートをどうやって安定化させるのかによって影響が出るわけです。今日の症例ですけれども、ほぼこの粘膜の方でサポートされてましたけれども、すでに2本のインプラントが入っていました。ですのでこのインプラントを使うことによってテンプレートを固定することができました。ですでに言及しましたが、このロケーターアタッチメントアバットメントを使うことによってテンプレートを固定することによって、アンカースクリューよりも正確にできます。またインプラントスクリューを使ってテンプレートを固定することもできます。実際この方法論をまた別の症例で使ったことがありました。この症例ですね。で、結果は非常に正確だったと思います。これが一番正確な方法かとは思うんですが、もちろん今日の症例でもこの方法を使ってもよかったんですけれども、少し時間がかかるということがありましたので、代わりに今日はロケーターアバットメントを使うことにいたしました。そしてもう一つ重要なことですけれども、この正確性に関してですが、つまりこれが CT スキャンに対する X 線のテンプレートになってます。放射線のテンプレート、まあこの粘膜サポートされた誘導サージェリーではこのラジオグラフィックテンプレートを CT スキャンで使っています。でこのテンプレートを固定するのは通常難しいんですね、 CT スキャン中に。だからこそこの粘膜サポートをされたガイドというのは正確性が低いんです。ですので今回の症例の場合、同時にロケーターアバットメントを使用してこのテンプレートを固定いたしました。これ非常に効果的でありまして、可能性のあるエラーを減らすこと、低減することができます。この誘導されたインプラントサージェリーですけども、非常にいいものではありますが、サージカルガイドというのはまあこの手技に対して単なるツールでしかありません。つまりガイド、誘導されたサージェリーというのは頭を使わなくてもできるというわけではありません。エラーが起こりうるということを心構えが必要なんです。つまり可能性としてエラーが起こる可能性がかなりあるということです。で残念ながらそれらの多くは避けることができません。しかし何かこのエラーを低減させるためにすることができるのである、方法があるのであればやるべきです。今日の主義のようにですね。ではそろそろ CT の結果をチェックしてみたいと思います。 CT が来ました。でそちらをお見せします。これが結果です。素晴らしいですね。おめでとうございます。非常に良いテンプレートですね。はい。こちらパノラマですね。パノラマの X 線が出てきました。良いと思います。他にあり。